はい、皆さんこんにちは、たくまです。ん、ここで気づく方はいらっしゃるかもしれないです。あれ、ステーションって書いてある。ミニここはどこでしょうか。あれ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 、まさかのミンチサーキットさんですね。ミンチサーキット、じゃあちょっと店長さんにちょっとお話を聞きたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとミニッツをちょっと始めたいなと思ってるんですけど、あのプロコはちょっと軽量プロコの EX-WR です。もう入るのはい、でしたらあのプロコお持ちでしたら、はい、そのレディーセットとハイエンドのシャーシー手すりがあるので、あのシャーシーも実力的にもシャーシー手すりが出たほうがいいんですけど、記憶考えますね。はい、こちらもこの黒い箱に入っているのが、はい、このミニッツの最近のシャーシー、早い方は赤い方の8590なんですけど、はい、ユーザーが一番多いのはミニッツは、もともと挙動がなんか早いので、はい、だから 5600kV のユーザーが多いので、はい、最初それで始めていただいて、はい、あ、これ物足りひんないからモーター変えられますし、なんでそちらのこの黒い箱のこれがおすすめです。これとあと KO のレッキーがあるんですね、はい、はい、これでいっときますか。やっぱ走り重視ですね。走り重視ですね。早いのがいいですね。もうそうですね、はい、はい、この最新の、まあ、R33 が最新っていうのどうかと思うんですけど、一応サーサーが GTR が最新でこれ選んでいきます、はい、これちょっと86でいきたいと思います。一世はね、やっぱ下手だと思うんで33使ってください。はい、僕チェンジで同じモーター5000台。あ、はい、ありがとうございます、はい、とりあえずちょっと購入いたしましたので、まあちょっとね、まあ、分からんこといっぱいなので、ちょっと教えてもらいながらちょっとやりたいと思います。あと簡単なんで大丈夫ですよ。じゃあちょっと購入したものを紹介しますね。まあ、今回ちょっとお店にあるシャーシー、このハイエンドのやつですね。これまあついてるモーターが違うらしくて、まあ、とりあえずね、まあ、この 5600kV の方に回したいんで、まあ、ちょっとこれ8500しかなくて、まあ、1個ね、モーター、この8500のやつを5600のね、モーターにしていただきます。はい、あとレシーバーっすね。レシーバー2台分、レシーバーとあとジャイロっす。ジャイロも2台分買いました。ジャイロがあった方が走りやすいって聞いたんで、とりあえずまあジャイロはありでやろうかなと思います。でとりあえずちょっと開封だけします。じゃあいつこのコーンを開封しておいてください。じゃあちょっと開けていきますね。クイッ、うお、これオイルらしいです。ダモカン。あ、ホルダーとか、はい、車体はね、こんな感じになっております。オイルとか多分入れなあかんでしょうね、まだ。クッションペット貼っとくと、あ、走行してたりとかフラッシュとかで、はい、レシーバーが外れちゃうことがある。本当ですか。そうか、で、おお、あ、動きますね。これスロットルのこの初期設定とかは大丈夫ですか。初期設定はそのままで、まあとりあえずそのままでもいいし、あ、一世が使ってるやつが一番人気ボディらしいです。で、僕はちょっとなかったんで今回86、やっぱこのなんか MF ゴーストっていうね、この漫画があるんですけど、それのなんかやつらしいです、はい、なんかインディーの作者と同じ人が作ってるやつみたいな。はいはいはい、全く開けないですけど、どうすればいいですか。ユニコーンで、シャーシのね、幅がね、違うんです。うわ、そう、これもうすぐできる。そっち動けて、そっちに動け、ね、うわぁ、やばくね、これちっちゃい、ちょいよね、やばいっす。やばい OK。あ、おはようございます。じゃあまたボディはめるとか言って、はい、はい、はい、違うやん、ファーストミニ、ファーストミニですか。あ、乗せ終わりました、ついに。
ついに完成しました。かっこいい。ちゃんと動くだけ確認しておきます。最後、あ、動きますね、ちゃんと。これで OK、 いきました、完成。